はい。皆さん、こんにちは。ガブくんでございます。えっと、それではですね、イタリア大会の男子ショートプログラムのですね、えー、ジャッジ分析を、えー、大雑把にやっていきたいと思います。えー、まずはですね、今回の、えー、ジャッジングパネルを見ていきましょう。えー、皆様、えー、知っている名前はありますでしょうか僕はですね、ちょっと今回は、えー、知らないジャッジの方が、 多かったですね。アメリカのペキーこのジャッジは何か聞いたことあるんですけど、うん、それ以外に特に知っているジャッジはいませんで。日本ジャッジは安藤美和子さんですね、紹介されていましたけども、この方もあんまり僕が知らないですね。うんえー、はい。まあ、こんな感じの、えー、ジャッジングメンバーということになりましたね。はい。 アメリカジャッジはアシスタントテクニカルスペシャリストも一人、えー、携わっていますね、うんえー。ロシアンジャッジが、あ、いますね。ジャッジ3番ですね。はい。えーまあ、結構、こういったところが大事になってくるので、あのー、確認してみました。はい、では、見ていきましょう。まず1位のね、えー、ボーヤン・ジン選手から見ていきましょう。うん えー、ボーヤン・ジン選手、まずね、あのー、ボーヤン・ジン選手は見た感じの,そのプログラムコンポーネンツなんですよ。41.39という、ね、得点なんですよね。テクニカル・エレメンツ56.50に対して、まあ、プログラムコンポーネンツの乖離これが結構広がっているかなという印象があって、まあ、それは他の、ね、ダニエル・グラッセル選手が42.15だったりとか、チ、えー・ジュンファン選手ですね、えー、韓国の選手43.18だったりとか、 えー、まあミハイルコリアダですね。コリアダも43.45とか、えー、まあこちらデニスバシリエフは40.70ですけど、えー、まあ狩山アトモの選手も39.60ですがカリラマ選手ですね42.76とかですね。まあ結構そのえ平、ー、均 えっと、ボーヤン・チン選手は、まあ、ジャンプがすごい割にはですね、えーまあ、このプログラムコンポーネンツが、まあ、割りかし低いというのがちょっと、えー、ポイントですね、うん、これがもうちょっと上がってくると、えー、かなりもっともっとレベルが上がっていいかなっていうのを僕は思うのでただね以前はこの項目が結構な7点台が結構続いていたので、まあ、そういった意味では、まあ、彼もね えー、乗り越えてきて、いろんなものを乗り越えてきているのを今シーズン迎えている中で、結構ねあのいい、いい方なのではないかなというふうに思います。いい滑り出しだと僕は思いますね。まあ、いい滑り出しというか、えーまあ、前回もありましたけどもね、今期は。うん <laughs> はい。では、えっ、ー、と、見ていくんですが、まずですね、まあ、4回転ルッツトリプルトーループ。これは本当に、えー、正確なジャンプでしたね。まあ4回転ルッツの飛び方も本当に正確にジャンプを飛んでいますし、えー、まああの本当に素晴らしいというふうに思います。まあ、チャイナジャッジが4つけてますね。時刻ジャッジの4。えーまあ、ロシアジャッジも3つけてます。チェコジャッジも3ですが、まあ、日本とアメリカジャッジは1ですけどもね。まあこういう評価になっているよということですね。うん <laughs> まあこの1本のジャンプだけで18.16っていうね、高得点をマークできてるっていうところも、結構見応えがあるというか、思いますね。で、2つ目の4回転トーループも綺麗に決まったんで、まあ、この2つだけで30点以上点数出してるっていうね、えー、すごいんですよね、本当にね。うん。はい。で えっと他の項目はですね、あのーまあ、トリプルアクセルも高い GOE をもらえていて、これも10点台ですので、まあ、ジャンプ3つともすべて10点以上ということで、これは本当にね、ジャンプの得意,っていう得意であるということが、まあ、このプロトコル表からも、えー、伺えるというふうに僕は思います。 ただ、まあ、えー、まあ全部ね、一位、皆さん1位はつけているんですけど、まあ、この中でね、やっぱチャイナジャッジ、自国の選手のジャッジに対して、まあ、結構こう61点というね、高い点数が上がってまして、まあ他の,あのジャッジよりもかなり点数が高い感じがあるので、まあ、チャイナは、中国は自国ジャッジに少しこう点数が高いのかなという印象はありますけど、そんなにね、まあこれは自国バイアスの域っていうふうに思いますね。うん あの時刻バイアスっていうのはどういうことかというと、えー、自分の国の選手に対してある程度点数があの高くてもですね許されるというのを自国バイアスいいうふうふに言います例えば日本のジャッジが日本選手にある程度点数がですねあの高く g o を追いつけたとしても、えー、それが時刻バイアスの域だとしたらですね、えー、許されるということです。で あの中国はです、ねまあ、ピョンチャンオリンピックの時にあの同じくボーヤン・ジン選手にですねあの、えー、キム・チファン、な,なんとかなんだっけな、名前忘れちゃいましたけども、あるジャッジ女性のジャッジが同じくボーヤン・ジン選手に、えー、爆盛りの点数を与えちゃって、ですね、えー、自国バイアスの域を超えて点数を上げてしまったことによって懲戒、えー、処分にされました。 ただ、今回の得点は、そういう時刻バイアスの域にとどまっているかと思うので、大きな問題はないんじゃないかなって思っています。はい。で、えっ、ー、と、プログラムコンポーネンツの方は、ちょっと中国がね、まあ、9点台をこう後半の3つの項目出している点とかを考えると、ちょっと高いかなっていうように思いました。例えば、イタリアンジャッジ見てみると、全、え、部、ー 7点台なんだけど、えー、中国ジャッジは全部これ9点台ですね。だからこの返りは結構大きいかなというのが印象を残りますね、うん。これ、オリンピックでもこういうことになってくると、ちょっと目をつけられる可能性があります。 うん、でね僕これ非常に難しいのはあの中国は、まあ、中国人としての伝統とか、まあ、文化とかそういったところを感性にジャッジするわけですからえ自分の国の選手の演技が、まあ、中国人から見たら、まあ、芸術性が高いというふうに判断することが多いわけです。うん、だかから決してての,の点数を与えてるっているうか本当に中国は その演技が芸術的にも高いと思っている可能性が高いんですね。でもそれが他の国からは認めら,他の国から,は認められなかったりするっていうことがあるっていうのがあるので、まあ、ジャッジ分析見てると結構面白いなっていうふうに思いますね。うん、ただボーヤン・ジン選手としては結構高めの点数っていうのを平均的に出しているんじゃないかなと思うので、まあ、これも少しずつ底上げしていくしかないですね。うん はい、えー、次、ダニエル・グラッセル君見ていきましょう。えーっとね、ダニエル・グラッセル君はあの、グラッセル選手は面白いのは、ですね、まあ、ルッツジャンプを、えー、単独のジャンプと、えー、コンビネーションジャンプ、どちらもルッツジャンプ持ってきてるっていうところですね。これ非常に面白いです。で、えー、っと最初がまあ4回転ルッツなんですよ。うん で、えー、っと次がトリプルルッツなんですねで。トリプルルッツ、トリプルトーループのコンビネーションジャンプ。なんか僕なんかはですね、ダニエル選手、4回転ジャンプ得意なんだから、なんか4回転トーループ、トリプルトーループとかにし,しないのかなってね、思っちゃったりするんですけれども、でもここはトリプルルッツ、トリプルトーループにしました。で、えっと、でですね、面白いのが、4回転ルッツの方が、えー、GOE が伸びてるんですよ、かなりね。うん チャャイナもも4とか日本アメリカンジャッジッをつけてますね、うんまあ、中国はですねこのように他の選手のジャッジに対しても結構高い評価をしているので、まあ、自分の国の選手だけに高い評価をしていたらね目をつけられやすいんですが他の選手にもちゃんと点数を与えているので、まあ、そこまで気にする必要はないかなっていうのは分かりいただけるかと思います。うん、でダニエル選手の演技を振り返ってみると、まあ、あの 昨日うもあの、ね、感想のところでお話ししたんですけどあの4回転ルッツの時は4回転ルッツの時はです、ね、軸が結構細かったのに対して、えー、トリプルルッツの時はあは巻き足になってたんですよ。巻き足ですね。はい え巻き足の軸になってたんで、まあ、そういったところがですね、ちょっとジャッジに目をつけられて、そんなに高い GOE が伸びなかったんじゃないかなって思ってます。えー、まあ日本とアメリカジャッジもそれぞれ4から3にしてますし、うんえー、そういったところが一つこう気になりますね。うん、だからまああのグラッセル選手はまあトリプルルッツよりも4回転ルッツの方が得意なんじゃないかなって思っちゃいますね。うん まあ、4回転ループがなかなかできないで5回転ループを挑戦しているという独特な、ね、非常に面白い、えー、グラッル選手ならではの,、えーまあ、あのプロトコル表になっているというふうに僕は思いますね。うんえー、とあとはトリプルアクセルが、ね、アメリカジャッジがマイナス1ですが、まあ、ジャパンジャッジが3つけたり結構、返りがあるなと。 思いますが、まあそこまで目立ったもんじゃないんで、これはそんなに気にしなくていいですね。まあ総合的に10.29と言ってますので、えー、まああの、そうですね、ボーヤン陣ンと同じくジャンプ3つとも全部10点以上ということで、高、えー、評価、ガッツポーズの演技でした。で、まああの、そうですね、コンビネーションスピンがレベル3になってしまっていて、これだけ少し取りこぼしてるかなっていうところあるんですが、そこまで大きな取りこぼしではなく、需、え、要、ー、利用、e、も比較的高いものがね取れているんじゃないかなという、そういった印象になりますね。うん。 はいえー、まあ何はともあれもう独特な動きが非常に多いです。あのーまあ、プロトコル表に現れない点と言ってもいいのかもしれませんけども、まあ、このプロトコル表ではなくて、実際に彼の演技を見てほしいですね。本当に独創的で、えー、個人、非常にその、まあえー、面白いですね。今回結構面白い振り付けをやっている選手が多くて、他にもコリアタ選手のコミカルな、コミカルっていうかちょっと硬い感じのこうね、 兵隊さんみたいな動きとか、それからバ,あのバシリエフ選手の動きなんかもすごい独創性あるので、非常に今日はね、あのまあ、マイナーな感じでしたね、マイナーな感じというか、その結構独創、なん独自性の選手が、独自性豊かな選手が多いかなっていう印象があったんで、まあ、プロトコル表には現れにくいところで、えー、まあ、結構面白かったなというふうに思います。うん でもこう見るとね、グラスル選手も、えー、かなり技術点伸びてますので、まあこのどうもね、4回転ジャンプとかに9マークがついたりとか、回転不足、アンダーローテの、えー、マークあの、ダウングレードのマークがつきやすかったんですけど、まあ、今回見てますと、9マーク、アテンションなど全部マークついてませんので、まあ、かなりね、えー、そういった意味では、えー、かなり成長できたんじゃないかなというふうに僕は思います。うん そしててプログラムコンンポーネンス見ていきましょうまずですね、イタリアの,あのグラスル君はイタリアなんですけど、イタリアジャッジがね、そんなに決して高い評価をしているわけじゃないので、もしかするとイタリアンジャッジは全体的に今日は厳しい評価をしている可能性が高いっていうのがなんとなく分かりました。で、えー、っと、そうですね、日本ジャッジは全部1位を上げているのも、えー、なるほどと思いましたね。これはなるほどと思いました。特にあのあの なんだろうそういった異論とかはないですね。あのなるほどと思いましたね。うんまあ、それにしても最近の採点は、まあ、スケーティングスキルが結構あ,のあんまり高くなくて、えー、3つの項目が高い感じが、後半3つの項目が高い感じがしますね。うん、そうですね。えっと、まあだからまあ、9点台もぼちぼち見られますけど、こういったところはね、まあ、今後伸びていくんじゃないでしょうかね。うん えー、なので、まあ、そんなに感想はないですね。プログラムコンポーネントのこの点数は、えー、点数は点数なんですけど、まあ、演技の方が、まあ、結構ね、まあ、プロトコル表には反映されていない面で、まあ、結構魅力的な動きが多かったんで、まあ、プロトコル表よりも演技ですね、うん、みたいなっていうところが、グラッセル選手の場合は大きいと思いますね。はい。 日本タッチを100.96っていう点数を上げてますね。で1位のマークをつけてるっていうところも、えー、見応えがちょっとありましたね。うん。 はい、そしてチェ・ジュンファン選手の演技見てあの、プロトコル表を見ていきます。き、え、ょ、ーねまあ、こはグラッスル選手とチェ・ジュンファが僕の中で M MVP で、まあ、すごい良かったと思うんですよ。特にチェ・ジュンファンの方はですね、う、え、は、ーまあ、彼はこの冒頭の4回転サルコウ、ね、これがどうも回転不足を取られやすいことが多かったんですよ。これまでの彼の歴史上ね。だけど、今回の4回転サルコウは9マークもあの何もついていません。 なので、祝、えーえー、9万区アテンションゼロですね。あ、失礼、9万句、えー、アンダーローテてゼロですね。うん、祝です、これは。祝になります。はい。で、えっ、ー、と、それと同時にですね、高い GOE も、まあ、もらえています。うん。えーまあ、3以上、全員3以上もらっています。 高さ、幅のある、非常に見応えのあるジャンプだったなっていうふうに思いますね。これは大きな躍進ですね。で、ここから分かることは、あのーまあ、チェ・ジュンファン選手って、えーまあ、4回転サルコー、トリプルルッツ、トリプルループ、トリプルアクセル。この2つ目のトリプルルッツ、トリプルループも、男、え、子、ー、まあ、女子ともにですね、非常に珍しいジャンプなんですよ、うん。あんまりこれやる選手いませんが、チェ・ジュンファンの大きな武器なんですね。 で、これ結構安定して決めることができる有数な選手なんですけど、まあ、彼は結構この4回転サルコをトリプルルッツ、トリプルループ、トリプルアクセルという3つのこのジャンプの構成っていうのを昔からずーっと続けてきました。うん。はい。続けてきたんですね。でもやっぱり先ほども言った通り、ところどころ4回転サルコで回転が足りなかったり、トリプルアクセルでなかなか点数が伸びなかったりしたわけですね。でも あのこのジャンプ本当に同じ構成を続けてきたんですが点数が少しずつ少しずつ少しずつこうねじり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 こうねあの伸びてきたんですよだからね大崩れしないんですよね彼はねうん時々崩れてもちょっとこう落ちるぐらいちょっと落ちるぐらいでまたこうゆっくり伸ばしてゆっくりこういうねこういう感じ あまりこう,こういう感じじゃないんですね、彼の演技ってね。だから、何て言うんですかね、本当に少しずつ少しずつ成長してるっていうのが、まあ、プロトコル表からも現れていて、えー、見ていてすごい努力を感じますね、彼の。うん。で、それは、まあ、おそらくカナダのクリケットチームのサポートっていうのが、まあ、結構僕はあの大きいんじゃないかと。まあ、ブライアン・オーサーあの先生がですね、えー、やっぱりあのそういうスケーティングとかフィギュアスケートの基礎をね、教えるのがとても、 えー、丁寧な先生ですしああのまあ、選手選手のこと寄り添う、えー、そういったのがすごいあのなんだろう素晴らしいね、えー、チームだと思うのでまあ、そういったところもですねチェ・ジュンファンの努力を、えー、まああの 努力をサポート,ポートできているんじゃないかなっていうふうに僕は思います。まあ、何はともあれまあ、宿4回転サルコを回転不足なしですね。うんまあ、トリプルアクセルの方でちょっと goe マイナスがあるのがちょっと残念なので、まあ、これがちょっと課題になってくるかなというふうには思いますが、まあ、でも底上げしてきてるんじゃないかなと思いますね。うん。 あとはもうスピン、ステップは全部レベル4を獲得していますし、えー、まあステップシークエンスなんかではもう4がね、目立ってますからね、本当にこれはすごいことですね。まあ、スピンなんかもまあドーナツスピンとか美しいスピンが入っていますので、まあ結構 韓国の羽生結弦選手と言っても過言ではないくらいのそういったね、えーまあ、あの選手ですし、まあ、顔も容姿もイケメンですので、まあ、結構そういった意味ではねいろいろと,、まあ、あの色々とあの楽しみな選手なんですけども、まあ、楽しみというかね、えー、まあもっともっと評価されてもいいんじゃないかなって思う選手ではありますが、まあ、少しずつ少しずつ努力しているというのが、えー、だんだん花開いてきているかなというそういった選手になりますね。うん、はい えー、そしてですね、プログラムコンポーネンツを見ていきますと、まあ、これも特に異論はないですね。チャイナタッチが全部1位を出してますね。うん <laughs> えっと、なんか中国はそんなに、まあ、中国人の,あの選手だけに高い点数を出してってわけじゃないので、まあ、そこまで問題はないでしょう。イタリアンジャッジが今度は全部1位出してますので、結構波のあるジャッジですかね、イタリアンはね。結構ね、イタリアンジャッジって結構あの過度に動くことが多くて、確かね、 あのイタリアンジャッジのせいでイリナ・スルツカーが負けたっての覚えてます僕、うん、本当に。あの確かね、サレトレイクシティオリンピックの時にね、あのイタリアンジャッジだけめちゃくちゃ低い点数出したんですよ、あのイリナ・スルツカーにね。まあ、あのそういったことが結構あったりして、あのイタリアンジャッジで結構ね、あの僕、すごいことするなっていつも思うんですよね。うん イタリアタジャッジだけ結構あのまあもうなんか他のジャッジを無視してジャッジするって言いますかね結構なんかあのそういう独自,独自性のジャッジが大きいだけど憎めないんですよイタリアタジャッジって本当の感じがするから、うん、だってイリナー・スイーツ界の演技って正直言ってあ,のあんまり良くなかったんですからねプログラムコンポーネンス的にねだからイタリアンジャッジって正直僕好きなんですよはっきり言ってあの本当にあの なんていうんですかね。本質が分かってるって言いますかね。そんな感じがするので。そう。結構ね、他のジャッジと協調性がないところは僕は好きですね。うん。まあ、そこは置いときまして、まあ、こういうジャッジになってるよっていう感じですね。まあ、プログラムコンポーネンツは2位ですからね。まあ、これは、まあ、カナダのクリケットチームのサポートとか、まあ、彼の努力ですね。が大きい。功績が大きいんじゃないかなと思いますね。うん。はい。えーと。 と続きまして、コリアダ選手見ていきましょう。僕の中でアイドルの選手ですね。はいまず、プログラムコンポーネンツ1位っていうね、えー、評価になってますね。まあ、4回転トーループ転倒をしたので、まああのシリアスエラーかかっちゃうんじゃないかなというのがあったので、まあ、そういううあのそういったところをおびえてみると、まあ、ドイツジャッジがですね、まあドイツジャッジ、日本ジャッジが結構厳しめの評価をしているのが見受けられますね。まあ、チャイナジャッジもそうですね。うん まあ多分これはあのジャンプ転倒したことによってあのまあシリアスエラーをかけてるんじゃないかなっていうのがありますね。まあ、日本ジャッジとあのドイツジャッジはまあなここの項目をえ7点台にしてますから結構あの厳しめの評価になってますね。うんまあ、逆にロシアンジャッジは自国の,の選手ということもありますからよくわかりませんけども全部1位の評価にしてます。まあ、でもアメリカジャッジも全部1位だし、えー、コリアジャッジも全部1位だし、 チェッコジャッジも全部1位なんで決してロシアだけ独走してるっていう感じではないので、まあ、特に問題はないかなと思ってますねむしろ、えー、ドイツとアメ日本だけが結構あのかなり低く評価してるっていう感じもあるので何とも言いませんねあのー、なんだどっちもどっちっていう感じでしょうかねはい そしてテクニカルのスコアを見ていくとですね、まあ、4回転サルコウトリプルトーループ、これが前回のショートプログラムではトリプルサルコウに抜けてしまったミスがあったんですが、これをしっかり4回転サルコーをつけて、しかもコンビネーションジャンプにして4、3、綺麗に決まりました。これは本当に高い質でしたんで、高い G を入れてもいいと思います。 でも、なんとなく今回は日本ジャッジとドイツジャッジが厳しい感じがありますが、まあ、あんまり特に気にしなくていいですね。これはね、物議にしなくていいと思います。はい、で4回転トーループは9マークつくなっていう感じですね。あれはギリギリの回転だったんで、うん、4分の1ギリギリの回転だ,回転だったんで、まあ、これは仕方ないですね。まあ、これ転倒でマイナス5ですね。これはあの当たり前ですね。はい あとはまステップシークエンスか3になっちゃいましたね。ま、これがちょっと課題になってくるでしょうか？うん。 あとは、まあ、他は全部レベル4を取れているので、まあ、素晴らしかったというふうに思います。まあ、トリプルアクセルはね、ちょっとバランス崩したかなっていうのはあったんですが、まあ、点数が高く取れてます。あの、イーグルから入ってるんですよ、トリプルアクセルね。だから、えー、そういった難しい入り方をしてるっていうところでの評価があったかと思うんですけど、ちょっとバランスを崩した感じがあったので、あの意外と点数出てるなっていうのが僕の印象でしたね。うん <laughs> まあ、あのコリラダ選手もですねプロトコル表とは別の,別のところで、えー、僕はあのすごいあの表現力があの独,独特な感じがあって、まあ、結構ね表情硬いんですよ常に、ね、常にコリラダ選手は深刻な顔をしてるんですよね。なんかあのなんだろう リプニツカヤみたいな感じです、ね、<laughs> 女子の、うん、ユリラ・リプニツカヤさんみたいな感じがして一瞬ねお兄ちゃんかなと思ったんですよ僕本当ね、うん、ユリラ・リプニツカヤとあのコリラダ選手を並べてみるとなんかあの兄弟に見えてくるんですよね弟かなって思っちゃいます本当にうん そ,うそれくらいの感じなんですけどもねであのリプニツカヤも結構深刻な顔をすることが深刻っていうかなんかなんかそういう感じの顔をすることが多いんですけどあの、まあ、コリアダ選手も滑っている時、まあ、表情がずっと硬いでもねなんかそっちの方がりりしくてかっこいい感じもするんで、まあ、僕は結構好きなんですけどもね、はいうんまあ、それはまあ僕の好みは置いときまして、はい、そういう感じで,で、まあ、僕のアイドルですよっていう話ですね。うん はいえー、次、デニス・バシリエフ選手見ていきましょう、この選手も独創性ある、独特なんですよ、本当に。 独特で、えー、まあステファン・ランビエールさんと二人三脚で、本当にね、あのチェ・ジュンファンと同じくですね、えー、少しずつ少しずつ点数を上げてきている感じがあって、まあ、彼はどっちでもたらフリースケーティングの方が鬼門かなって思うことが僕は個人的に印象なんですが、今日の,あの今回のショートプログラムは本当に良、ね、かったと思います。あんまガッツポーズとか出せなかったですけどもね、うん、あのスピンなんかの顔の表情とかもすごかったですよね、本当にね。キャメルスピンの顔は本当にね、もう印象に残り ましたねもうさすがステファンスピンの王子ということでね、えー、彼に伝承してるのかな、うんえーまあ、見ていきましょう、まあ、彼は4回転ジャンプないんですよ決してね難しい4回転ないんですけどもまあそのジャンプに匹敵するような非常にねあのー、コミカルコミカルっていうかあのー、非常に独創性のある動きが、あのー、多かったので僕は満足ですね彼の演技は満足しますよ本当に。うに、ん、面白いスピンの形もあるのでね、うん、であのーまあ、前半はまああのー まあ、こういう感じなんです。一番最後気になる評価があったのが、まあ、ステップシークエンスの評価ですね。で、これはまあめちゃくちゃ乖離があります。えー、これですね。この項目ちょっと見ていただきたいんですけども、えー、これめちゃくちゃ乖離がある。まずチェコジャッジがマイナス3してます。で、一番高いのはアメリカジャッジとドイツジャッジが4してるんですよ。<laughs> これはすごい乖離ですね。うん。あの、4をしていて、 あのマイナスンをしているジャッジがいるっていうのはあんまり僕見たことないんでこのステップシークのンスはもう一回行視するべきだと思います、ね。た、まあ、多分もしかするとどっかでつまずいてしまったのかもしれませんね。でそのつまずきを ステップシークエンスの一部として見た人はドイツやアメリカジャッジみたいに1位をあの、まあ、高い評価を上げたということだと思うんですけども、まあ、つまずきが明るさまにあれは失敗だというふうに思ったジャッジはマイナス3とかこのラトビアかなマイナス1したりとか日本ジャッジもマイナス1してるんですねなのであの結構ジャッジによってあれは失敗だろっていうのがね ステップの途中であった、あったと思ったシャチはマイナス3をしてるとか、マイナスをしてるっていうのがあるので、まあ、結構面白いですね、これね、うんあの。これはプロトコル表を見て、ああ、こういうことになってるのかって言って、でね、もう一回見直すきっかけにもなりますから、ちょっと僕ね、実はまだあのデニス・バシリエフの選手、まだ1回しか僕見てませんので、もう一回ステップシークエンスを中心に見ていきたいと思います。あ ここか、ここでチェコは、これがやばいと思ったから、これがダメだと思ったからマイナスにしたのかってね、プロトコル表を見てから、あの演技を見ると、ああ、なるほど、これを、このつまずき、もしかしたらチェコは、あの、 マイナスに捉えてしまったのかなとかね逆にあのアメリカとドイツジャッジはあの特にそれは気にしなくてあるいは気づかなくてあのプラスにした可能性もあるんですよ、うん、あるいはね、えー、こういうふうに氷のリンクがこうありますよねこうリンクがあってジャッジがいますでジャッジ123ってこう全然並ぶわけですねで例えばデニス・バシリエフ選手がこういうドルドルドルステップシークエンスでやってますそこで例えばこの辺であの つままいたとしましょうそうしたらですねこの1番と2番の人からはあんまり見づらかったけど9番のジャッジからは見やすかったからあのこのつまずきが結構顕著になって、えー、そのマイナスをつけられてしまったりとか逆にね1番2番のジャッジからは遠かったんで、まあ、ステップのように見えて。 あのまあ、プラスになったみたいな、そういった可能性もあったりすると思うんで、えー、もちろんね、テレビ画面、画面はあるかと思うんですけど、そういった可能性もあるかと思いますね。そういったのを考えるのも結構僕は面白いかなっていうふうに思います。このジャッジのこの席順ですね、席順も、どのあのあ席順によって変わる点数とかもあるかと思うんで、そこを考えるのは結構面白いですね。うん、ただまあ 今回見てますと、えー、責だと仮定したらね、えー、ジャッジ、その、まあ、この、ね、これが積順だと仮定したらね、まあ、ここで4、マイナス1、4ってなってるのはおかしいわけですからね。例えば、これがアメリカ4、日本4、ドイツ3、ラトビア3、イタリア2とかね、 3とかね、1、マイナス2、マイナス4とかね、えー、マイナス3とかなってたら、あっそっか、積順、こっちの方の人は、マイナスっぽく、なんかつまずいた感じがね、見えやすかったから、マイナスしてんだな、みたいな、そういうのは分かりますよね。逆にこっちの人は、つまずいた感じがね、遠かったんで、見えなかったんで、じゃあ、プラスにしてるみたいなね、そういう赤順によって、評価が分かれるっていうこともあったりするかと思うんで、そこもちょっと、あの、面白いかなって思ってます。今回はあの違いまますねあんまり まあ日本ジャッジがマイナス1してるんで、多分ビデオカメラでよく精査して見た結果、ああつまずいてることを発見してマイナスにした可能性もあるし、日本はどちらは厳格な感じがするんで、でもドイツもあのプラスになってるんで、あれ違うねみたいな思っちゃうんで、なんかちょっと考えるのは面白いですよっていうことですね。で、プログラムコンポーネンツはこんな感じですね。はい えと特に感想はないです。はっきり言ってね。感想はないですね。うん、特に乖離しているジャッジもない、あのいませんけどもね。まあでも、やっぱり難しいジャンプ、4回転トーループとか、まあ、4回転ジャンプが、ここに組み込んでくると、 まあもっともっとインパクトが強くなって、プログラムコンポーネント上がるのかなっていうところがあるかと思います。でも、そしたらね、アメリカのジェイソン・ブラウン選手は、4回転が一切なくても、えー、めちゃくちゃ高いプログラムコンポーネンツをもらっていますから、まあ、そういうわけでも決してないんですよね。だから、まあ,あの、あの、プログラムコンポーネントの点数の付け方って、非常に独特な感じがあって、見てて面白いですね。うん。はい。では、デニス・バシリレフ選手の感想はこれで以上です。 え次、友野和樹選手のプロトコル表を見ていきましょう。彼はですね、あのすごいね、視聴者の皆さんもおっしゃってましたが、えー、そうですね、やっぱりあの友野君自体が、まあ、めちゃくちゃ緊張して、足が震えていたとお話ししていました。で、今回の彼の特徴は、えー、まああの最初のジャンプが、ジャンプが決まった後に、後半のスピードがめちゃくちゃ速くなったっていうのが、 めちゃくちゃゃくくスピードがが速くなったっていう特徴がありますそこから考えると、まあ、ジャンプ飛ぶのは非常に、あのー、ジャンプに対してめちゃくちゃ不安があったのかなというふうに思いました、えー、そのジャンプが終わって緊張から解放された後の友野選手の表情っていうのはすごい変わってたんですねだからそういった意味で、えー、まあプロトコル表だけじゃなくてそういった魅力も大きいかなというふうに思いました、うん、でね友野選手はあの4回転ジャンプ結構シュシュってね 回転も速かったりとか、鋭い4回転なんですけど、あの、GOE 見て明らかな、GOE 見てもね、分かる通りですね、点数があんまり伸びていかないんですよ、いつも。4回転等とかね、4回転サルコンの点数がね。で、これは、まあ、着氷がそんなに綺麗に流れていかないからなんですよね。うん。なかなか、あの、着氷した後に綺麗にあに流れていかなくて、いつもこう、ちょっとフリーレッグが氷についてしまったりするっていうことがあったりするんで、まあ、そこがちょっと、あの、 そうですね点数は伸びていかない要因なのかなというふうに思います。 でえっとただ今回4回転トーェイプを4回転サルコも回転が足りているという判定になっていますので、まあ、これがねあの非常に良かったかなっていうところはあるんですけども、まあ、先ほどのですね、えー、まあボーヤン・ジン選手とか見てみると、まあ、ここの2つのジャンプだけで30点を超えているわけなんでそう思うとえー、まあ今回20点ですからこの最初だけで10点近くね離されてしまっているというところが4回転2本やったとしてもそういうふうになっているので、まあ、それがやっぱりちょっとね、あのー、まあ 点数を、点差をつけられてしまう原因になっているかなっていうところがあるかと思います。なので、ここの GOE をもっと伸ばしていくためには、ジャンプの流れですね、それがやっぱり課題になってくるんですが、友、ま、野、あ、選手、そこがちょっと難しい部分があるというふうに僕は思いますね。友、ま、野、あ、選手のジャンプの特性上、それが少しなかなか難しいのかなっていうのが、えー、思いました、僕は。うん、<laughs> はい。そして、えー、っと、そうですね、あとスピンですね。まあ ステップとスピンがレベル3になってたっていうところが気になりまして、しかも最後のスピンは V マークがついていて、えー、3つの,あのバリエーションをね、えー、2つしかやってなかったということで、えー、まあ,あの基礎,点が基礎点がレベル3ですけども、えー、減らされてしまいました。そこもちょっと減点があ,のあるというところで、あのあれですね、えー、さらに減点もあって、えー、点数が伸びきれなかったかなっていうところがあるかと思いますね。うん <laughs> なので、えー、こういったことも課題になってくるんですけども、ステップシークエンスは非常に3とか4とか結構多くてよかったと思います。トリプルアクセルもですね。で、えー、このステップシークエンスも、あのプロトコル表とは別になってくるんですが、非常にその、えっ、ーああえー、と、えー、ニューシネマパラダイスの、えー、なんかその音楽を非常にこう捉えていて、まあ、笑顔も非常に素敵でですね、そ、ま、う、あ、いあの感情、情感を込めて、 演技ができ,できていたかなって思ったんで、まあ、非常に、あの、そういったところは見ていてよかったなと思いますね。うん。はい。で、プログラムコンポーネンツはこういう感じになっていて、えー、そうですね。特にこれについても感想は、そうですね。うん。まあ、これぐらいが相場かなというところでしょうかね。うん。なので、はい。えー、そうですね。うん。フリー頑張ってほしいなというところですかね。 うんまあ、フリースケーティングはあのー、ララランドなんで、まあ、それもあの彼に非常に合っているプログラムだと思うんで、まあ、の頑張ってほしいなと思いますね、うんまあ、個人的にはフリースケーティングの方が、まあ、課題になっているかなと思うので、えーまあ、乗り越えて、ね、自信をつけてほしいですけどもね、うんはいまあ、非常に勢いはあるので、まあ、ジャンプの流れにつながっていけばいいなと思うんですけども、うん はい、えー、そして、鍵、えー、山優真選手のプロトコル表を見ていきましょう。えー、彼はもう開口一番にお話をするんですが、ちょっと残念でしたね、えー、もう驚きました、えー、こんなに大崩れするのは最近見てなかったんで、えー、ちょっと鍵山選手、驚きましたね、ちょっとかなり驚きましたね、で彼はまだやっぱりあの安,定が、ま、だ安定感っていうのはなくて、その結構大崩れしちゃうときは本当に爆崩れしちゃう感じですね。うん で、まあ、いいときはもうすごく良くてもう全部いいんですけども崩れるときは全部ダメになっちゃうたういうような印象がありますね。ただ、あのそんな中でも80.53が取れたっていうのはまあ他の要素が非常に良かったということですのでまああのやっぱりフィギュアスケートの職人技ですねは、まあ、生きて生きてきてるなというふうに僕は思いました。 はい、で内訳をちょっと見ていきます。テクニカルエレメンツから見ていくんですけど、えっと、まずですね、あの本当にあの今、僕言ったりあり、あのフィギュアスケート職人技だなって思うんですよ。あのこのジャンプ、未失敗したジャンプはすべてマイナスになっているんですが、他の項目はですね全部3以上です。見てください。この紙プロトコルですよ。全部3以上ですよ、うん。これ見てください。全部3以上。これね、神ですよ、神うん。すごい。 でも、5もないっていうのは気になりましたけれども、全部3以上っていうのは、これは結構珍しいっていうか、すごいですね。で、えっと、まあ、トリプルアクセルも素晴らしかったですし、まあ、スピン、ステップも素晴らしかった。まあ、あのこの足換えの,あのコンビネーションスピンがあのレベル3だったりとか、ステップシークエンスがレベル3になってしまったっていうのは、ちょっと残念ですね。まあ、彼はレベル4を取れる実力は十分あると思うんで、まあ、これがちょっとレベル3に留まってしまったっていうのはえ残念です。 おそらくですけども、まあ、ジャンプ2つ失敗してしまったっていうところで、まあ、動揺して、えー、そうですね、レベルが取り,取り切れなかったかなっていうところあるかもしれませんね。うんまあ、この2つのジャンプに関しては、もうこれはマイナスになって仕方がないですね。うんえーまあ、あのそうですね、フリースケーティングでこう、ねえー、と改善できればなと思います。なそ,れのそんな中でもやっぱり80点が取れるっていうのは、 まあやっぱりこの,この項目の、ね、プラスが非常に大きいというふうに僕は思いますね。あとは、まあ、プログラムコンポーネントの評価ですね。これが42.76ですね。えーまあ、ジャンプあれだけ失敗して、えー、42.76が取れてる。これ、ボーヤンジン選手よりも高いんですよ。だからやっぱそれだけですね、非常にあの、まあ、フィギュアスケート職人技なんですよね。 えー、そういったものがこの、このあの、えー、彼の演技からもお分かりいただけるかと思います。えー、まあ、ボーヤン・ジン選手の敵である、敵ではライバルである、えー、中国のねあのー、ジャッジ、鍵山選手、日本日本の鍵山選手の、えー、ライバルである、ね、あの中国のジャッジですね。あのボーヤンジンジ選手 いましたけども中国のジャッジもまあ1位をつけてますよ、この項目ね。うん、まあ、それだけ非常にそのま狩、あ、山選手の評価っていうのが、えー、まあ絶対的に高いということを示していますね。うん、この 絶対的に高いっていうところがポイントで、えーまあ、相対的な高さっていうよりも,、まあ、誰も、誰もが認める素晴らしさっていうのを持っていると思うんで、まあ、あの点数を上げざるを得ないっていう感じがあるんですよね。まあ、そんな中でアメリカンジャッジが厳しめの評価をしてますけども、まあ、一人しかいないんで、あんまり気にすることはないですね。うんえー、なので、まあ、そういったところがプログラムコンポーネンツを見ても、まあ、フィギュアスケートの質ですね。 えー、それが高いっていうのが、まあ、プロトコル表を見てもお分かりいただいているかと思うんで、まあ、フリースケーティングでは巻き返して、えー、ぜひ、えー、表彰台をあの目指してほしいなと思います。点差は結構離れているように見えるんですけどただ狩マ選手80点出てますのであのまだまだ分かんないですね頑張ればまだまだ上位を目指せると思うのでここからね頑張ってほしいなと思いますね。